山崎富春は日本の実業家、山種証券社長、会長、日本青年会議所会頭、山種美術館館長を歴任。報告、連絡、相談を重視する法連層経営を提唱したことでも知られる。山崎種子の次男として東京に生まれる。旧制東京都立第四中学校を経て1947年。 旧制東京商科大学を卒業し、シティバンク、NA に入校。夫人は、鈴木道代次女。山種証券社長、会長、東京証券業協会副会長などを歴任。1961年日本青年会議所会頭。1976年から、山種美術館館長、財団法人、山種美術財団理事長、2007年。 山種美術館名誉館長、報告、連絡、相談を重視する、ほうれん草経営を提唱し、1982年に社内キャンペーンとして開始。1986年に出版した著書、ほうれん草が会社を強くするは、ベストセラーとなった。2014年4月16日、肺炎のため死去。88歳。子女に、公益財団法人。 山種美術財団理事長兼山種美術館館長を務める山崎太子がいる。ありがとうございます。